覚悟はしていた。ずっと前から。家を守ろうとする兄がいる。魂を守ろうとする弟がいる。そんな二人の絆を見守る姫がいる。乱世は突然彼らに過酷な決断を突きつける。兄真田信之が選ぶ道とは。絆の章。さすが徳川大軍だな。だが羽柴から三成、上杉から兼継が駆けつけてくれる。私は真田信之、ご尊命を伺おう。本田忠勝が娘、稲。兄上。続きは戦場にて。稲殿。天正10年、京本能寺にて天下人織田信長は家臣明智光秀に討たれた。この返事を受け、信長の領地に各大名が侵攻。天下は再び動乱の時代に突入する。空白地となった旧武田領の甲斐や信濃にも徳川、上杉、北条といった有力大名が攻め入った。激しい領土争いの末、徳川と北条は和睦。徳川傘下の真田領と北条領の一部交換をその条件とした。真田家はこれを良しとせず、徳川から離反。上杉と組み、徳川家康に対抗する構えを見せる。真田の軍略と友の力を携えて、真田信之、幸村の若き兄弟は徳川の大軍に挑んだ。絆の章。第一次上田城の戦い。策の下準備に過ぎる。いえ、
金継殿の言う通りに、ここにいるだけで何か力が湧いてくる。共に行くぞ。金継殿、ならば私も。
だがこれもその無効決断。本陣へ戻り殿の撤退を援護するぞ。開門。真田のな、怪我先に済んでよかった。地上の主権を抜かれました。貴様は家康の守りを固めるつもりだ。奴らが溶かせる前に蹴散らすぞ。から逃げようが甘えな。心得た。つないでも今こそ徳川本陣へ攻め込みましょう。あなたの負けだ。おとなしく引かれよ。これあなたを傷つけた。この戦いを超えぬ限り先へは進む。覚悟あらば我らに挑め。ある小次郎一つ落とせず引いたとあれば殿の女に傷がつきましょう。敵陣に切り込みて討ち死にし一矢報いてまいる所存。ならぬ。世間の情など家臣の命とは比ぶべくもない。邪をして家臣を駒として使う、そんな徳川家康の風評とは真逆だ。どれが見つめたら枯れずに殿のお力で勝利はすぐそこに。心より感謝します。親しつけせ。兵は勝ってから聞こう。ただの勝利だ。大勝を収めた後に。さすがは三つ目いとこを言う。我ら3人完全なる義の勝利で戦を飾ろう。本田忠勝、相手に不足なし。真田幸村参る。強き者の声。私の力を信じたのか。どうしよう。それとも逃しはせぬか。さすがよな。いいな、やめよ。ですが、最悪は高度を失うわ。胃の元の損失。要はいつまでも乱世ではない。いずれ太平の世となった時に胃の元を背負って立つ若い力がいる。それが誰の天下であれな。いささか気が強い娘だが、気立てよし、気量よし。お主にどうだ。は、あの殿。
の？まだまだ死ぬわけにはいかぬようだ。太平の世を築くまで。三成殿、兼続殿、ご助力感謝いたします。礼など無用。我らは義の同士、助け合うのは当然だな。三成、俺は同志になった覚えはない。ともあれ、徳川を撃退できてよかった。家康の存在は秀吉様にとって邪魔にしかならぬ。雪村、お前たち真田はこれからも徳川を牽制してくれ。はい、真田を助けていただいた恩もあります。被災ながらこれからもお力になれれば。おお、この恩のために終生義に尽くしてくれるのか。雪村、お前は立派な義戦士だな。雪村、俺はお前を恩で縛るつもりはない。ただお前の言葉はその嬉しく思う。素直になったな、三成。いいぞ、お前も紛れもない義戦士だ。雪村、お前の兄の信行とも親しくなれればと思う。後で紹介してくれ。はい、兄もきっとお二方とうまくやっていけると思います。